こんにちは、カパパです。2020年、去年の11月に実施した九州大遠征2800キロの旅ですが、行き往路の1300キロの、ね、道中日記として第1話が出発地の宇都宮から岐阜県美濃加茂市ま で、第2話が美濃加茂市から島根県安来市まで、そして第3話がね、安来市から関門海峡を越えて大分市まで、まあ、外伝として大分から牧野との登山口までの様子、まあ、これらね、以上4本の動画を公開させていただいておりまして、まあ、多くの方にご視聴いただきました。ありがとうございました。で、いよいよですね、まあ、今回から後編となる帰路、宇都宮に帰る3日間の旅が始まります。帰りの3日間をね、2回の動画に分けてご紹介します。基本的にね、運転中ぼやいているか、まあ、食べてるか、どっちかなんですけど、まあ、一人旅親父のね、ぼやきにお付き合いいただけたら幸いです。それでは帰りの第1話始まります。はい、今ね1時20分です。牧野との駐車場出ました。大分に向かってます。いや、結果的にね、九州本土最高峰の九十連山の中岳と、あと九十連山の主峰っていうかな、九十山をやりました。いやー、まあ寒いことは予想してたんだけど、まあ、あまりにもというか意外にも寒くて、まあ、びっくりしたというのが正直なところです。すごいね、テクニカルなコースとか、あとはそう、岩場がずっと続くとかってことはもう全然ないんですけど、そういう難しさっていうのはないんですが、やっぱりちょっと気象がすごく激しく変わるという部分についてはね、十分注意して登んなきゃいけない山だと思いました。これでね、今回の、まあ、旅のミッションは、まあ、無事に大分に着くということが昨日クリアして、で第2のミッション、九十をやるという部分もこれでクリアできました。で残りはね、無事宇都宮に帰るというのが残ってますんで、今日はそのためにまた大分のホテルに泊まってですね、十分休養したいと思います。ここね、朝山登りに来る途中、まあ、向こうからこっちに来たんですけど、ね、向こうから大分から来てこっち来たんですけど、長者バルだ、長者バラじゃない、長者バル。こっちからも九十入れるんですよね、確かね、よくわかんないけど、九十こっちから行って、なんだっけ、あのキャンプできっとこう大ヶ鶴かに行くっていうなんか動画を前見たことあるんですよね。だから次ね、もし来るとすれば、まあ、多分九州は一生のうちあと1回ぐらいしか来れないと思うんで、まあ、そのあと1回はね、山登りに行きたいなと思ってるんですけど、あ、ここ綺麗だね、草もみじ。このね、長者丸から九十に入山したいなと思ってます。それまでまたねちょっといろいろ計画を立てないとね。応援ありがとうございました。おはようございます。今日はね、12月の1日帰る日です。朝8時30分、通勤ラッシュがちょっと終わった感じですね。今日のルートは、小倉東まで下道で行って、そこから高速乗って関門海峡を渡ります。およそ500メートル見えますかね、右手がね、もう海ですね。大分湾っていうのか別府湾っていうのか分かんないけど、右手がもう広く、大海原がすぐそこまで迫ってます。すごいね、なんかね、ところどころ
臭いような感じがします。はい、今日最初の休憩ね、今10時40分です。道の駅、中津だってトイレ休憩しまーす。まあいいや、これなんかね、動画撮ろうと思ったら中がね、巨大なスーパーみたいになってまして、よく見たらね、 JA 大分の直売所って書いてあります。ほとんど野菜。はい、じゃあ北九州方面に、進みます。神田ってとこいるんですよ。神田駅前、国道10号線ですね。岐阜から西にずっと来てね、思ったことは、その山田うどんがないとかね、すき家が少ないとかってこともそうなんだけど、これね、見当外れな話かもしれないけど、なんかローソンがやたら多いんだよね。でセブンとファミマがその関東ほど多くないというか、目立たないというか、やたらローソンばっかなんですよ。でね、変な話、おととい大分着くまで寄ったコンビニはほぼ、まあ、全部ローソンだね。うん、まあ別にローソンだからって不満はないんだけどさ、見当違いだったらあれだけど、まあそう言いながらナスコにセブン見えるけどさ、土地土地でなんか強い弱いあるんですかね。前ね、出張で四国、高知行ったんですよ。高知でね、高知にね、セブンイレブンが一軒もなかったんでね。であれはね、後で高知の人に聞いたら本当にそういうことだったんだわ、うん、また高知にはセブンイレブンないんですよって言われてね、まあ、出店政策もあるんでしょうけど、まあ、諸事情で、まあ、多い少ないがあるんでしょうね。はい、11時48分、北九州に入りました。まあ、入りましたという、再び戻ってきました。小倉東から九州道に入りました。で高速で関門海峡抜けちゃいます。左方向です。その先5キロ以上道なりです。左方向
りぐらいしたんで気持ち悪くなっちゃいましたね。はい、今回はね、旅の間ずっと我慢してたものがあって、それはマックです。マックでした。まあ、あとはね、帰るだけなんで、ちょっと好きなものを食わせてもらいますよ。テレッテッテッテッ。うまいね。マックなんてね、一月ぶりだからね、特にうまく感じる。コーラもね、我慢してましたね。うまい。はい、今ね、山口の街を走ってます。さっき県庁の前を通ってね、山口駅を過ぎたあたりかな。あ、これだよ、左行くと萩だけど、僕は萩の方行かないんですね。こっちですね。あらあら、ちょっと寄りたかったんだけどね、寄るとね、そうだね、20キロぐらい大回りになるのかな。ちょっと今回の状況だと辛いんで、寄んないでね、寄んないで行こうと思います。はい、3時ですね。ちょっと道の駅に寄ってきます。ここはなんだろう。いやー、ちょっとね、疲れたんで、運動。はい、あのね、ストレッチやったらね、すごい楽になった。はい、さっきのね、トンネルくぐって島根県ですね。やっと入りましたね。今日の目的地は島根県の道の駅ですんで、キララって言うんでね、キララなんとかって言うんだけど、夕日が綺麗なんだって。夕日が綺麗な道の駅って書いてある。だけど今のペースだとね、多分ね、夕日が沈んでからしか着かないんで、まあ残念ながら名物の夕日は見らんないということになりそうですね。向こうから日本海が普通に見えましたね。ちょっとカメラから映んないと思うけどね、海沿いというか、ちょっと内陸を走ってますね。よーく海が見えます。はい、今ね、4時10分ですね。残りの距離がですね、あと100キロになりました。到着予想時間が夕方6時14分ということで、道の駅キララに、まあ、着く、まあ、そんな予定が出てます。なんかね、普通下道でさ、100キロ、なんでまだそんなんけって思うでしょ。俺は多分ね、もう今回の長旅で感覚麻痺しちゃってるね。100キロってね、なんとなく10キロぐらいにしか感じないんだよね、本当の話。なんだよ、あと100キロかよって、まあ皆さんもね、やってみると分かると思うんですけど、まあ、やんない方がいいね、今度バカなこと。庭見海浜公園アクアス、なんかね、いいよね、こっち海があるからね、いろいろこういうの
辺だけはね羨ましいと思いますよね。はい、これはなんだろう、郷の川ってんだっけ。でかい川だね。っていうかもう向こうそこ海だしね多分この辺はもう潮水と混じってんじゃないかと思いますけど、いやでかい川だね。那珂湊みたい。はい、今6時15分道の駅キララ滝、この先ですね。さっきローソンで買い物できました。よかった。ここか、ここだね。わ、すごい。キッチンで音声案内を終了します。お疲れ様でした。この後の天気は、今は道の駅キララ滝というところにいます。今日はねちょっとお風呂入れないんで、あの体をね十分拭きましてね、綺麗さっぱりになりました。じゃもう寝るだけなんで、今日も無事に走れたことに乾杯。それと皆さん応援ありがとうございます。乾杯。うわーうまい。ちょっとね胃がもたれ気味なんで、僕本当はね野菜嫌いなんだけどサラダにしてみました。シーザーサラダ。あ、シーザーじゃないや、明太子だ。うんシーザーかと思った明太子でした。明太子のクリーム。これね。サラダっていうか、これね、俺、勘違いしてたよ。ほら、フィルムが入ってるでしょ？で、フィルムを、取りますよね。これね、スパだ、スパ。スパサラダスパサラだったんだよ。なんかさ、サラダの割にはさちょっと重量感があるなと思ってさやだね、年は取りたくないっていうかちょっと不注意でしたね。まあ不注意ってもね、食えるんだから、どれ食ってみよう。うまっ。蒸し鶏とねたらこのクリームソースですね。これ美味しい。それでね、まあ、昨日皆さんの5000円のおかげで長旅にもかかわらず九州最高峰の中岳と九十連山の主峰九十三をやることができました。ありがとうございました。で昨日の夜は、まあ、ビール飲んでスーパーのお寿司で一人でお祝いしてバタンと寝て、朝ねルートインホテルズの、まあ、朝食バイキング美味しいんでしっかり食べて、で関門海峡を渡ってね、今日本海の海沿いにいます。夕日が綺麗という触れ込みの道の駅なんですが、僕が着いた時は真っ暗だったんで、夕日が見れませんでした。明日は岐阜の方に向かいたいと思います。はい、それではいっぱいやって寝ます。もうお疲れ様でした。広いな、すごいな、すごい、うわー。